それではただいまから市の定例記者会見を開催いたします。はじめ1時からお話をさせていただきます。はい、それでは私から1点であります。今年の登場、ゆりかちゃんです。平成30年度の北方領土の日特別啓発期間の取り組みについてであります。2月7日木曜日の北方領土の日を中心とする1ヶ月間、具体的には1月21日、来週の月曜日から、2月20日水曜日までは、北方領土の日特別啓発期間と私どもの地域で呼ばれています。日露間におきましては、領土問題を含め平和条約締結に向けた外交交渉が進められているのは承知の通りでありまして、こういった中、どうといたしましても、一層の同盟友好関係において、領内各地でさまざまな取り組みを実施をすることといたしています。ご配布を申し上げたりしようのないとおりでありますが、まずは、期末期間中に大通り会議で署名活動、また北方領土フェスティバルを開催をいたします。そして、集合会場でも PR 活動やステージイベントを行うことといたしています。また、2月3日日曜日には、中高生による北方領土早期返還、記念合唱コンサートを開催するとともに、2月7日の北方領土の日には、根室管内住民大会や各振興局でのパネル展など、全土一斉の啓発で領土問題をアピールをする予定といたしております。ゆりかちゃんとともに、私も頑張っていきます。以上です。これからご質問をお受けいたします。ご発言の際には社名とお名前をお願いいたします。それではご質問のございます方、挙手でお願いいたします。先生、HBC です。はい、はい、HBC です。はい、先ほど北方領土の日の検査期間の話ございましたけれども、はい、来週日曜首脳会談がございます。はい、伊藤返還に向けた交渉かという見方もある中で、はい、これまで地元ですとか元島民の思いに寄り添ってこられました知事のお立場としまして、はい、どのように政府に返還を含めた外交交渉に当たってほしいかお考えをお願いします。わかりました。来週の22日にモスクワの方に安倍総理が訪問されて、ダボス会議の前後を出しますけれども、日曜首脳会談に向けされておりますし、また6月の G20 の首脳会合、これは大阪と日本でございますので、それに合わせても今年再度の日曜首脳会談も行われていると。でその間に外相レベルの会合であるとか、あるいは事務レベルの会議、協議とか、いろんなものがこう重ねて今年は開催されるというふうに理解をするところで、ございます。もとより私どもは北方領土を地域の一部に抱えている都道府県でございますので、島民の方、元島民の方々もいっぱいおられる。そういった中でこの領土問題を返還ということについての問題解決を強く毎年最低1回は総理なり東京日本の関係の国会議員の方々なり、さまざまな形で私どもの主張ということをアピールしてきたところでございまして、先般今年入ってからは何年か行ったらね、総理今年入ってから12月にもそういったことを根室市長、あるいは千葉連盟の理事長をはじめ、関係の領土問題返還の関係の方々とともに総理官邸で総理にも要請をさせていただいたところであります。もとより外交交渉でありますので、私ども含めて一般の国民の方々に示されないことの現状が多いのかもしれませんですが、私はその際には総理に対して一歩一歩現実的にかつ着実なという言葉がありますね、交渉をぜひやっていただきたいと、地元の思いをしっかり受け止めていただきたいというようなことを申し上げたところでありまして、これからも首脳あるいは外相レベルなど外交交渉を中止をしていきたいというふうに思っております。
またちょっとこれは昨日東京の方で経産大臣さんにもお会いを申し上げたときに経産大臣に言っておられたんですが、経済協力がどういう形でできるかということもこの平和条約交渉の周辺として大変重要だという認識を政府として持っておられるようですので、そういったことも続けているとしますし、そういった中で私どもまさにロシアとはいろんな形で交流事業、教育事業もやらせていただいている立場でまたできることもあるとこんなふうに思っています。他にご質問いかがでしょうか。北海道新聞の村田です。はい、知事選に関してなんですけども、北海道商工会議所連合会、同少年の、政治組織である日本商工連盟北海道連合会の岩田圭吾会長がですね、今日、自民党同連にですね、泉、国土交通省北海道局長を、擁立するように、擁立することを要請する方針、まだ、示しては要請はまだしてないんですけどね、要請したいという考えを先ほどですね、記者団に、示されました。そういう考えを示しました。まずこれに対する、知事としての受け止めを、お聞かせください。同省連の政治団体としての要請を検討しておられる、世界までやる方向だということを、そうですね、ちょっとそのまだこれからという予告のようでありますので、実際どういう形になるか見極めてがだと思うわけでありますけれども、経済界の方々が、そういう声を上げられたというのは一つの考え方かなというふうには思いますしね。一つの考え方、そうですね、まだ出てないし物を見てないので、以前の農業の方々の話とか、それから市町村長の方々の紙も私拝見させていただいて、その上で、コメントね、ご協力させていただいたんですが、ちょっとそれが出てからっていうことかもしれませんですね。その首長ですとか、農業の方々も、要請踏まえて、知事ご自身は重いことだというふうに金森もおっしゃっていらっしゃいますけども、昨日ですね、一方で同連の執行部は、鈴木雄馬市長を軸に調整しているという状況ではあるんですが、仮に鈴木さんがですね、公認候補となった場合は、知事としてはどのような対応を検討するか。それはちょっと仮の議論にはお答えづらい質問だと思いますね。私は金がね、さまざまな、今出てるようなさまざまな意見を踏まえて、透明性がある形で、皆さんが納得する形で、選挙ってみんなでやるものになりますので、決定をしていただきたいというふうに申し上げておりますので、そのことをこの場でもご説明させていただきたいと思います。他にご質問いかがでしょうか。なければ以上で、本日の会議でした。どうも、ありがとうございます。